小野寺らいつのり5月5日隊は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、自由民主党組織運動本部長、旧姓は熊谷。外務大臣政務官、外務副大臣、防衛大臣、衆議院沖縄及び、北方問題に関する特別委員長、自由民主党政務調査会長代理、自由民主党宮城県連会長等を歴任した。 ケゼン沼市長を務めた小野寺信夫は義阜2014年、東京でのアメリカ合衆国国防長官、チャック・ヘーゲルとの会談にて2014年、ペンタゴンでのヘーゲルとの会談にて2013年、シンガポールでのヘーゲルと大韓民国国防部長官金官陳との会談にて2014年、シンガポールでのヘーゲルとオーストラリア国防大臣、デイビッド・ジョンストンとの会談にて、 宮城県気仙沼市で生まれ、宮城県気仙沼高等学校、東京水産大学水産学部海洋環境、工学科卒業。1983年に宮城県庁へ入庁し、水産資源の仕事に携わる。1990年に宮城県庁を退職して、松下整形塾に11期生として入塾する。1993年に、 東京大学大学院法学政治学研究科修士課程を修了。東北福祉大学専任講師を経て1996年に同大助教授に昇格。1997年、衆議院宮城ロックで補欠選挙が行われ、小野寺は自由民主党公認で立候補して初当選するが、選挙区内の有権者へ選考セットを配布した行為が、 公職選挙法で禁止される寄付行為に該当し、仙台地方検察庁に書類送検されて2000年に衆議院議員を辞職し、略式命令による罰金40万円の有罪判決を受けて公民権が3年間停止された。ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究所客員研究員を経て、学校法人、マシコ学園の東北福祉、 情報専門学校理事長と東北福祉、大学特任講師を務めた。2003年、第43回衆議院議員総選挙に自民党公認で宮城ロックから再び立候補し、民主党前職の大石正光、社会民主党前職の菅野鉄を破り、当選した。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、社会民主党公認の菅野鉄を 宮城6区で破り、参戦。選挙後に発足した第三次、小泉内閣で、外務大臣政務官に任命された。2007年、第一次、安倍改造内閣で、外務副大臣に任命され、福田康夫内閣でも再任された。2009年第45回衆議院議員総選挙で、宮城6区で、社民党の菅野哲夫を、比例復活させずに4回目の当選となる。 この総選挙は自民党が大敗し、宮城県内の6選挙区で小野寺だけが議席を獲得し、選挙後に自由民主党宮城県連会長に選出された。同年の2009年自由民主党総裁選挙では一時立候補に向けた準備を行ったものの中堅、若手の票の分裂を懸念し、最終的には立候補を断念した。総裁選で自身が所属する。 高知会の谷垣定一ではなく、麻生派の河野太郎に投票した。翌年10月に設置された自由民主党社堂、キャビネットで影の外務大臣に起用される。2011年3月11日に発生した東日本大震災で、小野寺の選出選挙区である宮城ロックも津波の被害を受け、小野寺の実家や自宅も全壊した。2012年、 衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員長に就任する。同年12月の第46回衆議院議員総選挙で民主党現職の鎌田さゆりに7万病超の大差をつけて5回目の当選となる。選挙後に発足した第二次安倍内閣で防衛大臣に任命されて初入閣した。第二次安倍改造内閣の発足により退任して、 自由民主党政務調査会長代理に就任する。2014年の第47回衆議院議員総選挙で宮城6区で再び民主党の鎌田さゆりを破り、6回目の当選となる。2017年8月3日、第3次安倍第3次改造内閣で再び防衛大臣に起用された。防衛大臣は稲田智美の辞任後に、 外務大臣の岸田文雄が兼務していたが、日本隠蔽問題などで揺れる防衛省を立て直すため防衛大臣経験者の起用が検討され、小野寺が選ばれた。同年の第48回衆議院議員総選挙で対象して7回目の当選となる。2018年10月2日の第4次安倍内閣発足により大臣を退任、党内の防衛大綱を議論する。 ワーキングチームの座長を務める。ありがとうございます。